気を抜いた魚の話、気を抜いた魚の話、この前、ね、釣りに行きまして、一人でね釣りに行きまして、と言いますのもね、釣りに行こう行こうと思ってるんですけども、全然行けてないというね、こう 1,2 年ね、釣りに行こうかなと思った朝にですね、準備するとですね、なんか針がないとか糸がないとかね、あと持ってくものが見つからないとか、餌がないとか、あ、これ買ってこなきゃいけなかったんだとかね、こういろいろ気づくことがあって、それを探してるうちに 1,2 時間経っちゃって、まあ今日は買い物でいいかなみたいな感じで、で結局釣りに行かないんですね。締め切りとかないですから、趣味ですからね、あるいは人と待ち合わせをしてるわけではないので、別に自分自身の気分でねキャンセル可能であると。はい、だからね、やっぱりこうキャンセルし、ドタキャンしやすいんですよね、一人で行く釣りっていうのは。なんか船でも予約してればね、それ絶対行かなきゃいけない、無駄になるからね。だけどまあね、普通に投げ釣りでね、護岸とかから釣るわけだから、行っても行かなくてもどっちでもいいという状態なので、やっぱりドタキャンしちゃうんですね。で行くのも時間かかるからね、朝早く出なきゃいけないですから、朝もたもたしてたらもうアウトなんですよ。朝 1,2 時間でも無駄にしたらちょっとって感じね、帰りが遅くなるからみたいな感じで、それでね、これではダメだと、これでは一生釣りに行けない人になってしまうと、ということで、もうね釣りセットをね、もう限界まで減らそうと思ったんですね。そして別件で買い物に行った帰りとか、例えば30分1時間ぐらいまだちょっと余裕があるのって、帰宅までねちょっと早すぎるかなとか余裕があるなって時は釣りしてしまうと、その行った先の川とか海とかね、遠くまで買い物とか行ったりするとですね、川とか海とかあるんですよ。あ、釣り道具持ってれば30分1時間ぐらい釣りできたのになと、残念なことが多かったので、じゃあそれに備えて釣りセットをね、カバンの中常に入れとこうと。だけど長い竿とかはやっぱ入りきらないんですよ、カバンに。それ持ってうろうろするのは大変ですから、普通の買い物とかもねしますから。だから本当にね、小さな釣りセット、針と糸だけ、はい、リールもなく、重りや浮きもなく、で針と糸だけ持って、それ垂らせばね、なんか釣れるだろうと思って、その釣りセットを作って行ったんですね。針と針を入れるケース、それから糸で、もう糸もですね、こう巻いてあるやつありますね、あれに直接針をくっつけてですね、針をユニノットで巻い、結ん で, でそれを針のケースに入れてるんで、もう出せばすぐ釣りができるようにもうセットしてある、あいつはもうつけてると、はい、いうことでね、持ってって川で釣りしました。ちょうど時間がね、1時間ぐらいは使えるなって感じだったんで、で前々から目をつけていた川で、他に釣りをしてるのを見たこともあるんですね、他の人が釣りをしてるのを。それでね、開始しました。川の護岸みたいなとこ降りてって、川遊びとかできるようにね、ちゃんと階段とかついてて降りやすくて、若干ね下草が生えてて、まあ、行きづらいんだけど、でもまあ草の部分もね、ぬかるんでないので、普通の靴で汚れずに行けると。で川の清き山まで行ってね、さあやるぞと思って餌つけて針を垂らしたんですね。であんまり針が遠くまで飛ばないんですよ、まあ、足元にポチョンみたいな感じで、これは重りがないせいと、それから竿でね投げてるわけじゃないんで、本当もう本当に針を垂らすだけみたいな感じで、でも魚がいればね、あるだろう、ワンチャンスあるだろうと思って、それでやってたんですね。だけどその垂らした場所がね悪くて、浅いんですね。川自体はすごい深いんですよ。だけど垂らした場所っていうのが、下にブロック、コンクリートブロックみたいなのが護岸工事でできてて、それがあるんでね、餌が水深深いところまで行かないというか、ね、この魚がね上がってこないんですよ。つまり私がね餌を針を垂らした場所は、下にねコンクリートブロックがバーッとあって、
水面とこのコンクリブロックまでが20センチとか10センチとかそのものなんですね。だから10センチ20センチではなかなか大きな魚はそこに入らないんですね。たとえ餌を見つけたとしても餌の匂いを、ね、嗅いだとしてもそこは上がってこないんですよ。上がってきたの見たことないから。それでね、あ、これ構造的に魚がね食いつくの無理だと思って場所変えようと思って、でどんどんこう深いとこないかなと思って護岸から垂らしても深くね魚が入ってこれる場所ないかなと思って探したら、まあ、何箇所があったんですけど、そこはやっぱり、水の流れがね非常に緩やかで、だから魚もいないみたいな、そういう場所だったりとか、ちょっと条件が悪かったんですね。あれと思って、で川って言っても下にブロック塀みたいなブロックみたいなのが置いてあって、水量が少なければ川の中央付近まで行けるような、つまり水遊びしてくださいよっていうね、そういう、まあ舞台というかそういうところがあるんですね。で水量も中ぐらいでそこも歩いて行けたので、そこまで行って、で舞台の先端まで行って、つまり川のね、中央付近まで、要するに堤防というか、桟橋みたいな形になってですね、これならいけると思って、で、期待してねこうぐいぐい歩いて行って、さあどこでやるかみたいな感じで、場所を探すとですね、なんかね魚がねすでにいるんですよね。はい、でこう桟橋みたいになってるんですけども、桟橋も斜めにねちょっと斜めに傾いたりとかして、そこに水がかぶってたりして、つまり完璧なこうね水平じゃないので、水量によっては桟橋に水がちょっとかぶるみたいな、でも水深が10センチとかそんなもんですよ。だからまさかそこにね大きな魚は来ないと思われるんですけど、大きな魚はいたんですね。で、ああと思って、さっきねあれだけ待っても大きな魚は水深10センチ20センチだったら来ない、まあ鯉とか船とかですけども、であれと思って来てると思って、で何してんのかなと思ったらパッて見たら、なんかねその多分鯉だったと思う、大きな鯉、多分最大サイズの鯉ですね、川で、その鯉がねなんか寝てるんですよね。そう、桟橋を斜めになって水の中に浸かってる部分寝てると、あれと思って死んでるのかなと一瞬思ってるんですけど、生きてると、これ打ち上がったのかなみたいな、じゃあ素手で捕まえられるよねみたいな感じで近づいていったらね、どうも様子が違うと、その意思を持ってねその鯉がそこにいるんだという感じなんですね。打ち上がってピンチっていう表情じゃなくて、私ここでね意図的に来てますよみたいな感じの、うん、で何してんのかなってパッて見たらですね、なんかね体をねこうブロックのところ、コンクリートブロックに擦りつけてるんですね、ゴシゴシ。それで私の姿を確認すると、その鯉はねパシャンってこう水深の深いところに逃げたという、そういう話がありましたね、そういうことがありましたね。だから人が来ていない時に限って鯉はねそういうことをやってる、例えば体について寄生虫をね、こう取るとかね、体のかゆい部分をこうなんか擦って落とすとかね、うん、人が来てない時に限ってそういうことをやっていたと。だからね鯉はねその状況によってはこの水深の浅いそういう部分、そういう場所にも一応上がってくるということはね分かりましたね。